ということで、クラでした。イエイ。あ、これ、これか。はい。ということでね、次、ちょっとまたせんべろの店を。ちょっと一軒目で、まあまあ飲んだね。ちょっと乾かした。3、4回、3、4杯ぐらい飲んでたよ、ね。4杯いきました。そうだよね。田辺さんが僕の半分飲んでるんで、4杯。あ、そうなんです。そう、そんぐらいいっちゃってる、はい。あ、しかも俺、調べてたの、ここは。ここ行きますか。窓なり。そしたら。え、ちょっと行ってみようか。しかも座れるしね。あ、行きましょう。ブラ鏡。串門末吉屋、名物パリ皮はパリッパリに揚げた鶏皮に特製スパイスをかけたビールによく合う名物串。牛すじ煮込みは毎日じっくりと煮込んだ絶品と評判。こちらもザ・リーズナブルでディープなお店です。じゃあ2軒目ということで、じゃあ早速お酒じゃあ取っていきますか。チューハイですか。チューハイ240円。行きましょうか。チューハイ飲める。行きましょう。僕、苦手なお酒、紹興酒だけ。紹興酒だけ。ビールなんですよ。あ、ビール、あ、ビール、あ、待って、俺もそうなの。苦いんですよ、ビールも。ないですよ。俺もダメなの。兄貴と呼んでいいですか。全く一緒やろ。ビールはちょっと多いですよ。マジか。いつもハイボールなんですよ。でも待って、俺もそうなの。食材は。なんかね、これ、肉が、結構、美味しく食べれる、なんか、せんべろみたいな。あ、めっちゃ美味しそうですね。なんか、もう好きなの飲んでください。牛、やっぱ煮込みかな。これ牛すじ煮込みか、もつ煮込みか。俺よりか。じゃんけんします。いや、俺どっちでもいい。じゃあ、田辺さん買ったらもつ煮込みで。そうしようか。僕買ったら牛すじ煮込み。いきそう。見えるよね。最初はじゃんけん、これ牛すじ煮込みです。あ、牛すじ今もう何、どっちがどっちだったか分かんないですよ。牛すじ煮込み。あ、牛すじ。牛すじ煮込み。牛すじ煮込みと、じゃ、ごぼうチップスいっていいですか。いいっすよ。お願いします。どうしよう。ピクルスも行きたいな。いいっすね。ね。サイコロってなんだろう、ね。サイコロピクルス。初めて。ちょっとそれ聞いてみようか。雰囲気がいいかな。そういうの、レトロがすごい大好きで。そう、サインもありますね。誰、誰、読めないよ。あ、目も悪いんで、僕。俺は目悪いんで。ありがとうございます。シューハイ2つと、シューハイ2つ、あと、ごぼうチップス、ごぼうチップスと、牛すじ煮込み、牛すじ煮込み、あと、ピクルス、ピクルス、ピクルス、はい。サイコロって何ですか。違うだろ。違う、サイコロ状に、あ、なるほど。それでお願いします。あ、そう、あの、チンチロみたいね。うん、あ、すみません、ありがとうございます。チンチロすぐ飲む。すぐ、あの、分かってるよね。やっぱね、素晴らしいね。そうですね。ありがとうございます。今ね、なんか事務所の話になってたんですね。あ、すみません、ありがとうございます。すみません。一旦、あ、すみません、それです。2軒目です。はい、2軒目です。いただきます。チューハイです。チューハイです。あ、僕も大丈夫です。あれね、キリッとしたね。で、こう、これすごいね。これちゃんと末松屋っていうこう。末松屋、末松屋。末松屋。すごいっすね。ね、オリジナルグラスだね、ちゃんと。しかも。判定か、これ。スーパードライ。でもちゃんとめちゃくちゃ見えてた。はい、すいません、ごぼうチップ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。ごぼうチップスや。じゃあ、ちょっといいっすね。お待たせします。ありがとうございます。ありがとうございます。お、サイコロスタイルだ。ごぼうチップスです。ごぼうチップスです。そして、サイコロピクルス。美味しそうだね。ピクルスって、なんでピクルスなんですか。僕の、なんかのピクルスのイメージはマックのハンバーガーが入ってる。ああ、はい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 。あ、でも一緒ですよ。だから海外でいう漬物がピクルスみたいな感じなんじゃないですか。多分ね。敬語使わないでください。じゃないですか。ちょっと、まあまあまあ、そうなんじゃないですかね、ピクルスね。ちょっと、一回食べてみないか。キュウリですか。大根。キュウリと大根だからね。で、やっぱあのあれかもね、このさ、漬物の入れ方がピクルス。
日本のさ、そうそうそう、酸っぱいじゃん、はい、日本のさ浅漬けとかですか、浅漬けとかあれって、あの漬物系って漬物と言われるものは多分こういうスタイルじゃない、あの酸っぱい系じゃない、そうですね、浅漬けの素でなんかこう塩分の素ですよ、確かに、そうか、びっくりしました今、しかもめっちゃ使ってる美味しいですよね、ゴボウチップスも言いますか、ゴボウチップスとゴボウチップスだいぶね、ちゃんと仕事してくれてる、これすげえ使ってるんですよ、なんかうまいっすね、ごぼう大好きなんですよ、俺もごぼう好きなんですよ、てかね、野菜系好きだから、うわ、うまいわ、なんかちょっと甘だれ系のなんか使ってるような、で、それ焼いてみたら、めっちゃうまいね、家に欲しい、白いところばっかだわ、ね、小岩はもう皆さんぜひ小岩に で、1軒目のね、今クラ行ってマジ隣やったから、あの僕ここはサーチしてたんですよ、センベロのなんかセンベロのなんかセンベロ美味しいところ7000円、安いですね、バリカは60円ちょっと、これ60円ってやばいっすよね、これ頼もうか、せっかくやし、すいません、はい、パリカワ2本ください、2本で、はい、はい、どうす、なんか僕はずっとフリーでやってきたんで、はいはい、事務所に入るところが初めてだったので、はいはいはい、どんな感じかなっていうのがあったので、まあなんか拾ってもらったやっぱご恩もあったので、はいはいはい、いい勉強だったかなと思って、うん、だから今度は僕自身がもっと大きくなってからちょっと、はいはいはい、そう思いしていきたいなと思って、まあ難しいですよね、結局やっぱマネージメントにお金をかけてくれるようなところじゃないと入る意味ないよねっていう、もし大手でもっていうようなネーミングバリューがあったとしても、金をかけてくれてやれないと、結局そのあたり自分でお金かけてなんかセルフプロデュースでやった方がいいんじゃないっていうので思いましたね、ありがとうございます、牛すじ煮込みだ、塩麹煮込み、これ柚子こいくのもね、はい、朝の方、ありがとうございます、そう、じゃあ、あこれめっちゃうまそう、熱そう、あ、こぼれちゃう、まあまあ、牛すじ煮込みです、わー、はい、柚子胡椒で、ね、柚子胡椒でね、めちゃくちゃ熱い、そうだよね、食べてみましょう、いいね、あ、すいません、ありがとうございます、それいいわ、いやいいね、それで結果、なんかね、もう大人になってから、はい、そんなったら自分でお金出して、ね、プロモーションした方がいいんじゃないっていうような、あ、ありがとうございます、ついてもらいました、あ、すいません、ありがとうございます、もうあと食べていい、このままいっちゃっていい、サラミさんってお酒飲みに白米食えます？白米はあんま食べないです、まだいけるんですよ、いけんの、はい、いや、いつからそうなんじゃなくなるのかなっていうこと、てかもともと食べないから、本当ですか、あの焼肉とかを食う、ああ、そうっすね、海焼きで白米食わないと思って、柚子胡椒、柚子胡椒ね、うまいっすよね、あ、やばそう、これは、いただきます、あ、古いんだけど、もう俺これでいっちゃうわ、このレンゲ、豆腐がさ、豆腐がめちゃくちゃ熱いっすね、熱いなお、それでもなお挑戦するって、うまっ、美味しいっすね、めっちゃホロホロです、めちゃくちゃ大盛り来て、大盛り、小盛り、あの行きつけのお店があるんで、案内します、ぜひ来てください、はい、こんなにちゃんと飲める人だって知らなかったから、多分本当に
今この動画見てる僕のファンの方がいると思うんですけど、僕は多分お酒飲まない印象がね多分思ってるんですよね、きっと最後までか、そうなぁ、そうなぁ、60やからね、コスパめちゃくちゃ安いですよね。いやもう、あのね、僕ここのお店今、あの僕大森の方ですね。大森僕これも初めて来たんですよ。ああそうなんですか。大森昔本屋やった時に店出したな。え大森海岸の方やでもね。あ、そう、でも大森海岸側もめちゃくちゃ。あそうなんだ、だいぶもう何十年か本屋やったこれだいぶ前に本屋、いや嬉しい、なんか、わざわざ遠いとこからありがとうね。もうなんかせんべろできるところで調べてこう、うん、最初は隣に行ってたんですよ、あのクラさん、クラ、はい、あ、ね、さっきまで俺クラ、5時半からこっちで5時まではクラで働いてるって。え、こっちの北口じゃないけど、ね、南口のクラで、チェーン店のクラは、あ、そうなんですね、来たって、めちゃくちゃ働いてる、そこで5時までやって5時半からこっちこっちに、うわー、嬉しい、なんかクラも行ってくれてんや、いや、クラも、え、もうどそうですか。すごいですね。やっぱこういうね、まだまだこれ。これマジで。クラやん。マジ。クラで働いてらっしゃったんですね。はい。嘘。まさかの。5時火曜木曜はクラが5時までで、はい、5時半からこっち。あ、そうですか。うん、顔映っても大丈夫ですか。え、顔は映っても大丈夫ですか。全然大丈夫だよ別に。本当ですか。うん。これね、ごさん。はい。ぜひこれはあのすいませんもう絶対使ってください、ね、あ全然それとあとクラもはいあともうこっち来てね18から来てからこっち40年いるんでちょっとあちこち分かるってことは思うんである程度なんか小岩ぜひぜひちょっと小岩もまた来ますはいすみませんよろしくお願いします。ありがとうございます。しかも大盛りもいたっていうのがねえ全部来てくれてるねなんかご縁感じるわありがとうございます。嬉しい。こういう出会いありますから。ね、いいですよね。ちょっと改めて乾杯です。もう本当にあのザ酒好きみたいになってる。酒好きなんだよね。だから酒好きってこういう出会いあるじゃないですか。でもそれこそ去年の夏前ぐらいに、はいはい、浅草の行ったんですよ。ホッピ通り。はいはい。あ、玉川市と。で。友人と行って2軒目ぐらいに隣にちょっとつけてるかつけてないかぐらいの男女がいたんですよ。もう大好きなんですよ。あーそういうのしてやで乾杯して一緒にカラオケ行きました。すごいね。そこは朝倉朝倉さんね、はい、すごいそうそうそうそんぐらい僕好きで酒好きなんだねお酒も好きですし、酒場でね、はい、うわ一期一会って僕大事にしてるんで、うわ多分本当に同じ人間っすわ。もうインスタでも一期一会大事にって書いてるんで、一番その一期一会がさ、ちょっと数えてられるできやすいから本当に軽くこう一緒に初めましてでねこう話せるっていうのは多分こういう飲み屋だと思うんですよ。そうだね。でみんな仲良くなっちゃって結構僕その多いですね。あそう、はい、あじゃあ本当に大盛りのちょっと招待しますよ。それと吉祥寺も僕大好きで、あ俺吉祥寺で会ったことはない。前の職場の上司も、はいはいはい、某芸能人のマネージャーだったんです。あそうなの。僕が帰る時に相談しててずっとやった方がいいよって言ってくれて応援してくれて今でも飲むんですけど、はいはいはい、その人がそちらの方に住んでて、はいはいまあ、吉祥寺によく集まって花見したりとか飲みに行ったりして、はいはい、仲良くなった子もいっぱいいます。なんかすごい。あの今度吉祥寺行きますよ、また別の企画で。てかさ、前さ、もともと吉祥寺行こうって話したの。ごめんね、本当にごめん。あ、そんとに吉祥寺飲んじゃない、じゃあ、よくなんなら僕、先々週、あの、めん、がん、捕まってたの。うん、疲れに飲むよ、吉祥寺に、仲良くなりましたもん。あ、また別の、はい、コミュニティが。そこで、ずっと前に、その上司の方が飲んだ時に
北海道から一人来てて、だからこうやって北海道ライブする時に来てくれますよ。で、すごっ、来てくれて、あ、すごい繋がりあったよね。で、今回コロナで、まあ、落ち着いてるかどうかわかんないですけど、まあまあ旅行してもいいよってなって年始に来てくれて、また飲み行ったんですよ。マジか。で、東京に来てくれて飲み行ったの。めちゃくちゃ仲良しになってる。そうですよ。でも会うのは3回目ぐらいですよ。あ、まあまあまあね。でもなんか会うの3回目ですけど、やっぱりその人と人のつながりを大事にしてるなっていうのがすごいなと思って。うわー、嬉しいですね、それはね。そうですね。あ、そうそうそう、これかわ、これかわ、パリカワです。パリカワです、うん、これです、パリカワ。7日から使ってください。パリカワ、これ美味しい。これホワイトペッパーすごいね。すごいホワイトペッパーめっちゃパリッとしてそうです。うん、あ、うまいね。そうだよ、この間あれできないですよ。よくしゃべってやばいですよ。怖い、もう怖いです。パリカは60です。うまい、60です。みんなもっとうまい。僕はあの裏鏡っていうチャンネルを、はい、当初見ててずっと。それ嬉しいですね。2、3年前からですね、最初に更新したので、もうその頃からもう参加したいってもう一ファンだったんで。いやいやいや、もう本当にやった今日。その時から先に行くやったの。好きでしたね。その時にやろうってなって吉祥寺行こうって話したからね。音楽って人は酒好き多いかな。多いですよね。なんだかんだで多いですよね。そうそうそう。で、さすがに酒好きじゃない人は誘わない。そうですよね。でもやっぱみんな酒好きですね。そうなんですね。結構やっぱ今もう29か、はい、若い子たち飲まない。飲まない。25手前の、25より下の子たち。まあいいんだけどね。悲しい。酒は楽しいよって。そう。何の話？もう覚えてないです。何の話？ああ、ありがとうございます。本当に。いや本当になんかこうなんか僕みたいなその若造と飲んでくれるの嬉しいですよね。私も若造なんです。まあまあそうですよね。なんかでも本当になんか僕たちの代からしたら赤嶺さんしかりそのやっぱアナドリコレクションの人たちもうずっと見てたんで。俺はもうアナドリコレクションの人は本当にもう純粋な先輩だと思ってるんで、尊敬してる。尊敬でもやっぱその中でもやっぱカイトさん、マーさん、めちゃくちゃフミカさんはで僕からしたら同じ感じなんです。もう本当にもう雲のような人の存在なんで。だからもう当時やっぱ共演させてもらったのも結構おかましいぐらいだったんで、僕は。いや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 、嬉しいっすね。でも俺はもう全然 R&B やってなかった正直。エレガント出てたけど、はい、でもちょっとポップス近いのが。でもなんかあそこのイベント出てるだけでもやっぱりすごいなって。やっぱ当時やっぱ本当にもうまあ歌物ちゃんと歌が出てなかったっていうのが。あ、まあまあ確かに。お面的には一番最初気合い入れすぎて、本当にそれもあのアカペラサークルの先輩とか頼んだりとかしてコーラスやってもらったりとか、でピアノもねちゃんと頼んだりとかして、ちゃんとステージやってたんですよ。一番最初の時がめっちゃ跳ねました、鏡栄一郎が。なんだけど2回目からはちょっとやっぱオケで全部やってたんですよ。まあ、なんか、今でも通用するぐらいのハイトーンじゃないですか、やっぱり。そうだね、なんか、でも今日もレックしてて思ったのが、俺でも、もうロックも好きだよ、ね、あ、いけそうですね、あのアップテンポ、はい、アップテンポになると、めちゃくちゃロックになる。めっちゃ聞きたいですね。ドワンオク好きなんだよ、僕。なんか、もともと多分、タカーのあの歌い方がちょっと近いとか。あ、でもなんかその節はありますよね。発声なのか分かんないですけど。もともと、まあでも、俺はエアロスミス好きだよ。あ、いいっすね。
エアロスミスが一番高いのやっぱあの、クレイジーっていう曲があって、はい、それとかもう普通にハイ E を地声で出すスティーブ・タイラーそれ聞いた時にうわうわこれはもう俺もマジ無理かもとは思っては今でもいるんだけどやっぱあの人はすごいですよあのスティーブ・タイラーは。でも僕がやっぱり僕も結構ライブしてきましたけどもうまだまだですけどやっぱ結構ライブして対バンもしてきたんですけど未だに川上さんほど衝撃受けてこう出す人いなかったですもん。それ嬉しいっすね僕は本当に。でもみんなやっぱそう言ってくれる。これも先輩とは関係なく忖度なしに本当になかったんで。それだからそのサムア君って、はい、多分新年会の見てくれてるから名前変わった人ですよね。あそう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 、はい、あの子もそれすごいってくれてだから本当に思ったんですよ僕は。すごいだからこそなんとかしてその田辺さんの手足を僕は負けたくてむしろマネージャーみたいな。何そう言ってもらえるのこれからうまくもうなんだろう養分にしたいな。ああそうそういうことよね。あだからね、自分にこう、ね、吸収できるような絶対的にプラスになると思ってるんで。もちろん僕はやっぱそんな出せないんだよこういうのある。まあでもだからあのミックスはもうあれオンリーワインオンリーワンだと多分これゆうやくんの歌聞いたら多分オンリーワンだと思う。でゆうやくんって今いないと思う。それ結構やっぱ言ってもらえることもあるんですけど自分的にはそう思えないってやっぱり違うんですよ。だからそれをどうやって売っていくかっていうような、そうね、そだからセルフプロデュースになってきちゃうんだけど。セルフプロデュース僕めっちゃ痛そうです。いやでも俺もそうだしてかいやセルフプロデュースのプロじゃないじゃん俺ら。あそうそうそう、どっちかというと歌をやりたい人だからそっちにね。でもやっぱ時間をね費やさないといけなくなってきちゃうんだけど、まあだから、そう、売るっていう方向じゃないですもんね、そのベクトルが。そうそうそう、そもそもなんか音楽、歌を振られたい、そういう感じなんで、だからそれのこう知ってもらうための、プラガーそうですね。すいません、失礼します、リスナーの皆さん。失礼します。まあ、そんな感じですけど、うん、でも川上さんさえよければ定期的に僕はあの準レギュとして参加させてほしいですか。開拓していきたいですね。嬉しいですね。僕は本当に飲めて一緒に。いや、嬉しいですね。やってもらえるの今頃だけどさ、2軒目にしてあれなんだけど、あのカラオケバトルで、ね、あ、そうですね、はい、5年前ですね。テレビ出てるらしくね。まあいろいろありましたけど、でいろいろあったで、いろいろまああったというか、まあテレビの業界ってやっぱあるんだなそういうのっていうのは。あまあまあちょっとあんま聞かないことにしてる。それは後で。えそれは言える話じゃん、言えるレベルの話じゃん。ピーかな。まあまあちょっとそれはあのオフの時ね、はい、であとトールさんも出てます。トールさん実は俺の先輩なんですよ。あの先輩です、あのサークル時代だからトールさんのやつ出るときに、え、ゆうやくんトールさんのやつ出てるの。僕直接知らないですよ。あ、そうなの。間にいる人が僕とも仲良くしてくれてて、僕が出ないって言ってくれて、で歌撮ってるだけなの。出させてもらって。ああ、そうなんだ。何なんしてんの。まあそシンガー、一周回っちゃったね。シンガーっていうのはそのまあ作詞っていうのはやっぱ皆さんに共感してもらうことが多いじゃないですか。でもそれこそさ、ゆうやくんとかも作詞結構ちゃんとしてんちゃうと思うじゃないですか。僕作詞できないんですよ。え、自分でやってるしてる。え、なんで頼んでんの。はい、なんでやんの。作詞をメモとか全部まとめたやつを書くので、あ、こういう風にしてほしいなっていうだったりとか、まあ一番最近リリースした残像とかわからない話は友達が作ってくれたんで、なんか僕はその
まあ、昭和の方だと作家さんがいて作詞家さんがいて、なんか僕それで言うと、まあ、並んだ時期があって、自分で作詞作曲して歌を作っていくのか、自分でピアノ弾いて歌っていくのかってなるのって、そう俺聞きたいな、そう。ピアノ弾けるじゃん、コード的ですけど、僕は。で作家さんに相談したんですよ。その作家さんに、全然僕自分が特別と思ってないんですけど、やっぱゆうくんの歌声はすごいいいと思う、プロから見てもいいと思う。歌声がいいでしょ。だからできないことに時間を費やすじゃなくて、例えばプロから見ていい曲を書く人少ないんで、だったら曲を提供した上でそれを表現できる歌声を作っていってほしいと思う。僕その時に一気にパンとか切り替えたんですよ、多分。だったら僕は作家さんが書いた曲を自分の経験してきた中で歌声で表現できるようになったので、そっちに僕行っちゃいました。なるほどね、作るよりそれを表現する側に。そうですね。なるほど。一回松田聖子さんのライブ行ったんですよ、僕。あなたって曲全部自分で書いてないんですか。そうそう、それは分かる。作詞が下手そうだからって言われて書かなくていいって言われたらしいんですけど、でもあんだけ伝わるってことは、この人がそれだけ日常のものを敏感に感じ取って、ね、言葉一つ一つの意味に対して真摯に向けて届けてるっていうのがすごいなと思ってて、そこまでやっぱ行くのは絶対難しいんで、私としても僕はもちろん自分で曲を書きたいんだ、僕は、作詞もしつつ、作家さんから、まあ 100% 分だけじゃなくて自分の思いだったり気持ちを届けて、それを言葉にしてもらって届けるっていう風なシフトにしようかなと思って、僕自身としてはやっぱりオリジナル作ってもらってる今現状なんで、でも本当は日常でやっぱり自分で思うことってたくさんあるじゃないですか。嫌なことあったりいいことあったり、まあ極端ですけど、そうか、それこそなんか日常のワンシーンだけで僕 曲作りたいぐらいなんで、気持ちあるんですけど、それを言葉にできる能力がなくてっていうのはまだ頼っちゃってるっていうところ。難しいっすよね。本当は自分の言葉で歌いですよ、僕は。でもそれ簡単に言ったら、でも周りに恵まれてるっていうのはあるかもしれない。そうなんですよ、周りの人が本当にいい人たちすぎて、本当に申し訳ないですけど、僕が頼っちゃってる状態ですよ。そうだ。でもそれは、でもそこに行き着くための力を持ってるってことは、簡単に言ったら、そうだから、そのまあもうこのこといいって思ってくれてる人たちがいれば、僕は本当にもう、まあ、僕できることがあればさせてほしいなっていう。じゃあ準レギュラーいいですか。逆にいいんすか。フリーなんで、いっていいね。多分みんなも僕の会の人たちも、僕が多分プライベートの人だったら見せないんだ、あんまり飲んでますとか言わないし、僕言わないし、こういう一面見てもらって、もうちょっと身近に感じてもらえたら嬉しいなっていう。いやー、それなんか今日やってよかったですよ。なんか僕も人間ですし、一人の人間ですし、お酒も飲みますよ、やっぱり。いやー、嬉しいね。辛いこともありますよ。楽しいこともあります。辛いことあんだ。まあありますね。でもなんか、あっても僕の歌を待ってくれてる人がいるっていうだけでも、わぁ、なんかちょっとなんかすごい、ね、もうアーティスト感すごい。そうです。もうないんだけど。いや、次の店行こうか。いや、でも本当そうですよ、もう本当に出てくれるだけでもありがたい。もうベロンベロン、顔がベロンベロンっすもん、お互い。顔若くない、お前。若い。ぜひ次のお店もじゃあ次で最後ぐらいにしようか。 Thank you very much.